人だ。やったな、さすがはボルトハンターだ。今回のこと心から恩に切る。ボルトハンター、私の姉から連絡があったのではないかね。あったよ、エデン6から出ていくなら金をくれるって。あの性悪女め。オーレリアが何かを差し出すときは必ずもう一方の手にナイフを握っている。ジェイコブス邸に入ればきっと殺そうとしてくるぞ。ならなおさら黙ってはいられないな。ウィニー、ボルトハンターはアリスターをクソどもの手から救い誠意を見せてくれた。ジェイコブスの人間に二言はない。ボルトの鍵は必ずやる。だがそのためにもあの悪女の策に乗ってやらないとな。鍵は一族に代々受け継がれてきたが、正確な在りかは親父が墓まで持って行っちまった。オーレリアの招待を受けてあいつの気をそらしてくれ。その間に俺が屋敷で鍵を探す。あ、くそ、トゲが刺さった。そのうち仕事を再開しないと。どうしても行くというなら忠告しておく。オーレリアは銀河有数の大富豪だが、身につけている毛皮のコートや高価な宝石に騙されるな。あれの少年はバンディットと同じ。欲しいものは力で奪う。信じているものは自分だけだ。もし姉にタイリーンのようなカリスマやトロイのようなあざとさがあれば、当にカルトの教祖になっていただろう。意気投合したのも不思議じゃない。経験値は裏切らない。今の絶対痛いわ。Yeah.